さて、世界で高く評価されているフェリックス少年合唱団がアメリカからやってきました。先週金曜日から一般の家庭に寝泊まりし、今朝新潟を立った少年たち。新潟でどんな生活を送ったのでしょうか。アメリカの7歳から14歳の少年たちからなるフェニックス少年合唱団。アメリカ最大規模の少年合唱団で、ヨーロッパなどでもコンサートを開き、世界的に活躍しています。少年たちは先月30日に来日し、日本各地で歌声を披露しています。新潟は4泊5日の滞在、ホテルではなく一般家庭に泊まります。駅にはホームステイ先の家族が続々とお出迎えです。阿賀野市の高俣紗代さん、10年ほど前から仲間同士で英語を学び合い勉強しています。高俣さんはカナダでホームステイをした時に、現地の人に親切にしてもらった経験から、今度は自分が海外の人にいい思い出を作ってあげたいとホストファミリーになりました。もうね、ワクワクと半分とドキドキと半分半分の気持ちでここまで来ました。高俣さんが受け入れるのは少年2人です。私はさんです。初めての日本滞在、そしてホームステイ、これから冒険が始まります。とその前に、合唱団の皆さん、駅の外に出ると並び始めました。美しい歌声での挨拶、新潟滞在生活スタートです。さんのお宅に到着すると、娘さんが玄関で出迎えてくれました。はい、大丈夫です。お願いします。夕食の時間です。茹でたてのトウモロコシ、サラダ、そしてメインはすき焼き。 This is 豆腐。 豆腐が何で作られているか、説明に困った時には電子辞書が活躍します。 This is made of soybeans. さあ、いよいよ箸を使っていただきます。サムとジャックはご飯を黙々と食べながら、聞かれたことは答えますが、自ら話をする様子はありません。夕食後のイベントは七夕祭り。折り紙で飾りを作ったり、それぞれが願い事を書いたりしました。 I wish there would be peace throughout the world. I wish that the rest of our tour would be good, safe and fun.高俣一家の願いが叶いますように。昨日はちょっとお疲れだったサムやジャックですが、さすが舞台の上に立つと、そんな様子は見せず真剣な表情になります。合唱団の皆さんはおよそ20曲を披露しました。もう我が子の歌を聴くようなそんな気持ちでした。じゃあ
思いますので、腕によりをというかしたいと思います。はい、滞在4日目、最後の夜です。2人とも自分の家のようにピアノの練習をしていました。もうすっかり高畑家の子供です。キッチンに立って夕食のお手伝いもします。サムやジャックの表情はにこやか、自然に言葉も出るようになり、すっかり打ち解けた様子です。そう、あ、そうか、じゃあ歌を歌っている時は大人っぽいサムとジャックですが、花火の時はこのはしゃぎよう。たくさん笑って賑やかな夜となりました。すき焼き。Thank you for opening up your home for us to come and stay with you guys. It was really fun. I have just enjoyed my stay here so much. Like I said, I felt so welcome, and you've just really, this has been such a great time. You have really shared your culture with me, opened up your home, and I've loved it. Thank you so much. Come to my house again. Yes, next time you come to Arizona. もうなんか明日でお別れなんて思うと、私はなんて今からもうなんかすいません、我が息子みたいになってきまして。新たな高畑家の家族、サムとジャック。高畑家からの愛情をたっぷりもらって、これから続く交流の旅でも温かな思いを歌に込めていきます。日本での経験がまた素敵な歌声になるといいですね。お知らせの後もニュース